矢上氏、何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、矢上氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから、天沢、お前は下がった。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、これは。無事ですか、矢上氏？これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。やべ。矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。矢上氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、とりあえず了解。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ？ドローンですよ、矢上氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。矢上氏、もう何人か警備員が着いたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え？
しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です、矢神氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。よし、行くか。先ほども申した通り、矢神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。分かった、頼んだぜ、つくも。ほう、なるほどね。くそ、2年2組はすぐそこなのに。仕方ありません、別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。矢神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？そうだな、警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。屋上へ行ってみるか。そういうことか。なんだよ、ここも通せんぼか。申し訳ありません、どうやらそこは死角だったようです。参ったな。矢神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか、であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか？矢神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、物は試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。なるほどね。すごいな、効果はバッチリだ。そのようですね。矢神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。
つくも、聞こえるか。このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか。調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、なら行けそうか。警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。組に着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようですぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。